最初に集まったメンバー4人なんですよね。そう。どう思いました最初に。やってやろうかなっていうのが強かったよね。野心を持って J リーグを目指すっていうようなそのモチベーションの方が高かったよね。一番心に残ってる瞬間ってあります？最初に試合をやったことじゃない。子供心に始めたなんかワクワク感とか、うん、サッカーの楽しさっていうのがもう一度蘇ってきて、引退から約1年後に、うん、SC 相模原を、はい、創設されますけれども、業界初じゃないですか。そうだね、当時で言ったらね、はい、まあ、今では多分あるかもしれないんだけど、はい、まあ、チームをゼロから立ち上げてプロを目指すっていうのは多分誰もやってなかったと思う。当時きっかけ何だったんですか、そのクラブ作ろうって思った。もともともうセカンドキャリアでやっぱ監督を目指してたから、 J リーグのライセンスも取りってたし、はい、まあ、辞めて、まあ監督をやろうかなっていうのはすごく自分の頭でちょっとうっすら描いてて、まあ、知人がその相模原にいて、もう引退したてで、まあ、ちょっと相模原に美味しいお店があるからちょっと食べに来いよって言われて、はい、そこまでやっぱ相模原っていう場所も知らなかったし地名も知らなかったし、はい、で行って、まあ、こうやって食事している中でまだ僕が引退したてだったから、はい、そこの大将が僕のことをまあ知って、あ、望月さんですよねとか言って、でそのまあ喋っていく中で相模原ってなんかこう盛り上がるもん何もないんですよって話されて、うんうん、ちょっとサッカーチーム作ってくださいよ。でそんな話からまあ、こう進んでいったきっかけ、ほう、だ今思えば自分が引退 してなければ、もしくはそこの相模原に呼ばれて行ってなければ多分このチームはなかったよね。ご自身の中では監督っていうイメージはあったけれども、うん、クラブを創設するなんていうことは全くなかったんですか。発想にないよね。あ、うん、クラブ作るにあたって、うん、一番最初何やったんですか。一番最初、はい、まず相模原という土地を調べたね。でまあこう調べるリサーチするわけ、はい、あ、人口はこんだけいるんだとか、はい、で72万人いる、あ、結構いるな、うんうん、この72万人の町にサッカークラブを仮にできたとしてプロとして成り立つなと思ったの、はい、うんうん、でまあこういうこともチャレンジするのもなんかこうやりがいがあっていいかなと思って、うん、そっから徐々に気持ちが監督やりたいっていう気持ちからなんかこうチームを作ってなんか J リーグを目指したいなっていう気持ちがこう変わってきたというか、うん、じゃあ何したんですかっていうと、まあ、J リーグを目指す中でやっぱり法人にしないといけないの、はい、だから会社を立ち上げて、うん、チームをまず作らなきゃいけないじゃん、はい、もちろん選手いないから、はい、選手をセレクションやったり、うん、もしくはその横浜 SC で最後でやってたチームの、まあ、戦力外になったやつに声かけて神奈川県3部に登録して、はい、まあ、翌年スタートしてったっていう感じ。とはいえ最初に集まったメンバー4人なんですよね。そう、最初の練習スタートね。公園の駐車場のこう照明よくあるじゃん、はい、街灯、はい、そこの下だったね。でもすごいですよね。だってで普通考えたら、うん、元々ある社会人のチームとかをこうやろうって普通考えるじゃないですか、うん、でもそれを一から作って最初に集まった4人、うん、どう思いました最初に。やってやろうかなっていうのが強かったよね。あ、うん、本当に、まあ、こっから、はい、いやどういう風にできていくのかなっていうなんか期待感だったり、はい、野心を持って J リーグを目指すっていうようなそのモチベーションの方が高かったよね。あ、うん、チームらしくなったのはいつですか。セレクションやってからだね。地元の情報誌みたいなのに載せてもらって、はいはい、J リーグを目指すチームがセレクションやるんで、うん、はい、来てくださいっていう、はい、で結構来たのよ。どのぐらい集まったんですか。30人ぐらい来たんじゃない、はい、もちろんみんなアマチュアだよ、はい、うん、でもやっぱ J リーグを目指すっていう、うん、このキーワードが大事で、はい、まあいい選手に声をかけて、はい、プロじゃないけど仕事をやりながら夜練習をやって神奈川県3部のチームで、プレーしないっていうような話をして、でなんとか11人集まり、まあ試合ができるリーグ戦開幕までには集めて、うん、当時俺時間あったから、まあ、ナナミとかにも相談したの、
こういうことをやろうと思ってんだけど、うん、どうかなって。でみんな応援してくれると思うじゃん、はい、まあ、やめといた方がいいんじゃねってみんな本当は応援するぞとか言ってほしかったんだけど、はいはいはい、もうやめた方がいいんじゃねそんなリスクのあることっていうふうに、はい、まあ、俺のことを思ってね、うんうん、言ってくれたんだけど、はい、今思えばね。でもスタートしたら当然お金がないから、例えば大岩豪なんかはボールを寄付してくれたり、はい、ナナはいろいろなんかしてくれたり遠征費出してくれたり、はい、そこら辺はすごくサポートしてくれた、立ち上げの頃。まあ、それでいうとその社会人の3部からですか、うん、でもとはいえチームなので活動しなきゃいけない、うん、その費用も捻出しなきゃいけない、うん、これスポンサー集めとか大変だったんじゃないですか。いやもう回ったしない、すごく回った、営業した、とにかく回って企業こういうことを目指してるんで、うん、まあ、スポンサ ー, あー支援してくださいっていうことをやったんだけど、もう別に地元でもないし、はい、縁もゆかりもないじゃん、はい、でチーム自体もまだ実態として動いてないじゃん、はいはい、誰も知らないわけ、はい、そんな説明もしても、はい、お金を出してくれる人なんてほぼほぼいないの、うんうん、でそこはすごく苦労した。うん、でもやっぱそうは言ってもやっぱ地域を盛り上げたいとか、うん、ね、こういうことをやりたいんだっていうところで賛同してくれた人たちもいたし、うん、まあ、そしてその設立されてから5年6年ですか、5年で JFL 昇格、そう、うん、6年で J3、うん、結構早いスピードですよね。もう1年ごと1回も足踏みしたことなかったから、同じカテゴリーでやっぱりもう勝たないとみんなが認めてくれないし、うん、信用してくれなかったから、うん、やっぱりじゃあ結果が伴わなければ応援してくれる人ももしくは熱も下がっていっちゃうから、うんうん、とにかく最短で J リーグに行きたいなっていうところで、そこは必死だったね、チーム作りから。うん、なんかよく聞くのは足踏みしちゃうと、うん、やっぱ人が離れていっちゃうっていうのも聞くじゃないですか、うん、飽きてきちゃうからね、周りのサポーターというか支援してくれる人はね。ちなみにいつから選手に給料というか払うようになったんですか。初年度から。初年度から、うん、3人、最初のプロ3人だね、まあ、プロ何を定義でプロか分かんないんだけど、はいはい、まあ、お金を渡して、うん、そっから5人になり、はい、まあ、予算が徐々に、はい、うん、関東一部になったら8人いたり、はあ、でも J リーグになってもまだ働いてる選手たちはいたから、うんうん、全部がねプロじゃなかったから、うんうん、やっぱもうある財政、うん、ある予算でもうやりくり、うん、していくしかなかったから、母体がないから、うん、そうですよね、うん、そういう話で言うとやっぱり大きなスポンサーが来年やらないよって言った時のもうやっぱ危機感は恐ろしかったね。そういう瞬間あったんですか。うん、あった。チーム大丈夫かなって、もう潰れちゃうなとか、うん、どうやって乗り切ったんですかそこ。気持ちいい。いやーそうはもうね、いやもうやるしかないっていう人は、そうですよね、うん、細かく言うとやっぱ俺も 100% 株主でずっとやってて、はい、であるまあお金出してくれる人がちょ半分よこせと、うんうん、これでここでその株主入れたらどうなんのかなと思って、うん、自分がやりたいこと目標してることがちょっとこうスピード感が遅れるとか、うん、あと方向性が変わっちゃうのが嫌だったんで、はいはい、2人で話した時にお断りしますって断ったの。でもそこの支え、あの出してくれてた金額がごそっとなくなったの、半分近く、はい、うん、その方が部屋から出てくんだけど、悔しさ反面、うん、なんか涙が出てきて、うん、ああうわどうしようっていう部分と、この判断間違ってたのかなとか、はい、うん、正解だったのかなって後になってみないと分かんないじゃん、うん、はい、でも今のとこで言うとチームがやばいわけよ。そうですよね、うん、でもやっぱ自分が決めたことだから、はい、自分が責任あるし、うん、もう何とかしなきゃいけないっていうところでもう必死になってそこはリカバーしたんだけど、うん、まあ、そしてその危機を乗り越えて、まあ、2021年から DeNA がトップスポンサーとして経営に参画されるわけですよね。これきっかけはあったんですか。J2 上がったんだよ、はい、2021年かな、はい、うん、当時の予算が3億いってなかったと思うの、うん、J2 に上がった、はい、要は J2 だと平均だいたい15億ぐらいなの、はい、もう本当に少ない予算でやりくりして
なんとか悲願の J2 昇格して、でまあいろいろ予算組みをしていく中でもうちょっと自分に限界感じて、今後例えばこのクラブが5年10年先になった時にチームとしてどうあるべきか、どういう姿がいいのいいかなっていった時に、J2 だったり J1 にいるのがやっぱクラブとしての成長だったりね、発展だったりっていう絵を描いた時にどう見ても俺個人じゃ無理だよなっていうのが薄々自分の中であって、そうした中で DeNA さんもなんかそのサッカーチームっていうものを探してて、彼らのまあ思いとまあ自分が抱えた問題とかこれからこうしたいっていうものが少しずつちょっとあって、そっから話し合いしていった感じかな。もうまさにその一番最初にチームを作って将来的な展望とか、しげさんのチームから相模原の人たちのこうチームにこう変わっていくっていうことですよね。もう公共財というか公共のものだから、J3 をずっとやることはそんなに大変じゃなかった。ただずっと J3 だったらみんなの期待とか、そういうのも先ほど言って薄れてっちゃうから、もちろん J1 目指すんだよ、もしくはもっと大きな夢見たらやっぱアジアの頂点目指すんだよっていう風の方がやっぱみんな盛り上がるし、街は活気づくの。そうした時にどっか大きな企業があれば、まあ彼らに渡してこのクラブをそういった道筋にこう持ってってもらいたいなっていう部分があったから、個人というよりはとにかくチームだったね。チームをどうしたいか、一方でずっと自分が育ててきたチームじゃないですか、寂しさみたいなものってありました？いや寂しさより、まあ契約が終わった時はゆっくり寝れた本当にリアルな声ですねこれは本当にやっぱケイタもね、経営者だから、会社の経営ってすごく大変じゃん、雇われ社長ではないしさ、やっぱオーナーでやってるともう資金繰りっていうものが常に頭にあって、一つはやっぱ会社を潰せない、で従業員がいて家族がいて、これはやっぱ背負ってやっぱなんとかしなきゃいけないっていうのはやっぱもうオーナーしか絶対わからないと思うの、この気持ちって、まあ、寂しさももちろんね15年や、でもこれ以上にやっぱりみんながね、思いというか描くものってビッグクラブになることがやっぱみんながこう気持ちの豊かというか豊かさが出てくるものだと思うし、でホームタウンって例えば座間市とか綾瀬市とかまあもろもろあるんだけど、そういう地域にその地域のポテンシャルからすると J1 クラブを作れる地域なの、そうですよね、だからこそ早くねそこに行ってもらいたいっていうのがあるよね。そこになかった時に自分は創業者だったなっていうところだけであって、なるほどなるほど、いろんな思い出があると思うんですよ15年間やってらっしゃって、一番こう心に残ってる瞬間ってあります？まずやっぱり最初に試合をやったことじゃない？その神奈川県さ、3部で、もう土のグラウンド、当時開幕戦雨だったと思うんだよ、泥の中で、まあ、いよいよスタートした、っていう部分。だってプロでね11年間やって、土のグラウンドなんてまずなかったじゃん、でその試合会場も俺らがゴールポスト持ってライン引いて、トンボでグラウンドセーブしてんの、なんかそれを思い出してもう一回サッカーの原点に戻れたなって、要は小学校とか中学校とか高校とかサッカーの楽しさでやってたわけじゃん、でプロになるとやっぱ職業だから、そうですね、ちょっとその楽しさだけでは成り立たない部分があるじゃん、でもそのチームを立ち上げてゼロからやった時に神奈川県3部で試合をスタートした時に子供心に始めたなんかワクワク感とかサッカーの楽しさっていうのがもう一度蘇ってきて、まあ、やっぱそこが一番の思い出かなと、あとはやっぱ J2 に上がったとこ、昇格した時本当に劇的にドラマチックな、2位のチームが負けたから3位の僕らが逆転して飛び込みで J2 に上がったっていうものがあるんだけど、いろんなアイディアとかネットワークでお金がなくても強いチーム作れるぞっていうものをちょっと見せれた部分がその時あったから、やっぱ最初と最後だね。なるほど、まあ、そこにはいろいろ過程があるんだけど、と思う。現在ブラジルの代理人事務所と業務提携をして、新しいプロジェクトを行ってる
というお話を伺ってるんですけど、これは具体的にどんなことなんですか、言える範囲ででいいんですけど。リオのね、大きな代理人事務所といろいろ話していく、話していったら、その代理人事務所に、下は12歳、はい、うん、で上は20歳、はい、まだプロになってない、はい、その選手たちが50人ぐらい契約してんの。うん、まあ、クラブとはまだ契約できないから、はい、うん、事務所と契約していて、そこでまあ選手を育てていくんだけど、うん、一つ問題点があって、やっぱり代理人事務所がお金を出して選手の家族のケアとか、うん、家から練習場までバス賃を払うとか、うん、お金の工面をしてるの、うん、それをちょっと僕自身が一緒のプロジェクトになってお金の工面をして、本当に彼らいい選手だから、うん、プロの才能があるから、そのいい才能をまあ花開かせる、うん、ちょっとお手伝いをしたいなと思って、うん、今年の3月に、はい、10年ぶりにブラジル行ったの、うんうん、で、まあ、そういったいろいろ話をして、はい、これからのプロジェクト、ちょっとそういったところをやっていきたいなっていうところで一つの事業を、まあ、やっている。うーん、一番の塾は、まあ、相模原とのまだそのアドバイザーみたいなやってるんで、あ、はい、まあ、とにかく J2 にすることだったり、うん、J1 にする、クラブがよりいい方向に行くような、まあ、アドバイザーとしているんだけど、やってる仕事があるんだけど、一方でそういったちょっとその視野を広めてグローバルになんかいろんなことをやりたいなっていうところでちょっとお手伝いを、うん、でも面白いですよね、その12歳から20歳ぐらいの才能ある子たちが、うん、その、まあ、ブラジルという環境の中でもちろん、まあ、夢を追っかけていくけれども、うん、その夢をこう追い切れずに諦めてしまう、そうことも才能豊かな選手たちがいるわけじゃないですか、うん、もちろんめちゃくちゃいる、日本にもいるかもしれませんけど、うん、でも基本的にブラジルっていうそういう場所だと思うので、うんうん、まあ、それをこうお手伝いして花開かせるっていう、うん、ここ面白いですね、夢ありますね、ね、個人に特化してるじゃん、チームじゃないから、はい、うん、で彼らがどういうふうなキャリアマネジメントをこう歩んだら世界に通用するとか、ね、こういいキャリアを積めるかっていうところを代理人事務所側といろいろ話しながら今やってってる。だから今日明日の話じゃなくて、はい、10年後とか2年後とか5年後とか10年後、はい、まあ、すごい長い期間でまあいろんなサポートができたらいいなと思うし、まあ、そこでもやっぱ一つの目標で自分が携わった選手が例えばプロになり、ヨーロッパに行ってチャンピオンズリーグに出ることだったり、はい、もしくは大きな夢見ると携わった選手がブラジル代表になったらすごく嬉しいなっていうのはあるよね、うんうん、そうですね、その時には相模原が J1 にいて、うん、もしかしたらその選手たちがそういうことだったりねっていうこともあるかもしれませんもんね、うんうん、相模原でもアジアのチャンピオンを取るってなると、いやどんどん選手を、ね、本当にそういう風になってもらいたいし、はい、そうですね、DeNA さんに頑張ってもらいたいよね、そうですね、うん、浦和もねよろしくお願いしますということで、今回はですね、望月さんと望月重義のサッカー人生を振り返ってきました。もう本当にめちゃくちゃ面白い回で、いやいやいや、僕は重さんはサッカー界で新たな道を切り開いた人ということでですね、まあ、でもこっからまた人と違うことをやりたい、お、うん、楽しみです、ね、まあ、もちろんサッカーがベースにあって、はい、うん、いや、これ期待しててください、はい、これからの活躍も期待します。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ロケさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。めっちゃ面白かったでしょ。面白かったです。これは面白いよ。しげさんのサッカー人生って2つあるじゃない。もちろんその現役でプレーしていた ところからクラブ経営、時間軸でいうと経営者としての長いよね、15年、でプロは11年、当然日本代表で、まあ、プレーされて、まあ、僕は高校から見てるからあれですけど、でもこのクラブ経営の中でのその15年間の中でのいいことと苦しかったことと、なんかね、経営者としていろんなものをこう背負ってやってきたんだな、プロでいろんなものを背負ってやってきたんだなっていうのが、まだまだ僕はなんて全然ですけど、重なる部分とかがあって、おーって思いましたね。本当にゼロから
第一人者というか、うん、今までいないですよね。クラブを自分から立ち上げて J リーグに昇格させて J2 まで昇格させた人、うん、いないですね。今また新しいプロジェクトやられてるということで、うん、これまでみたいにまた前例のないことをやっていただきたいですね。ねえ、あとはその今の新しいプロジェクトもそうですし、例えばクラブがやっぱ世界一を目指すっていうクラブもあるでしょうし、いや地域に根ざしたっていうところもあるでしょうし、ただ J リーグ全体を見た時にどういうふうな形でクラブを経営していくのかとか、そのあたりってカラーはあると思うんですけど、ただ今の J リーグの立ち位置、世界ナンバーワンのリーグにしていくんだっていう話なのか、それとも、まあ、違った道になっていくのか、まあ、元々の J リーグの理念である、まあ、100年構想みたいなところも含めてですけどっていうところもあるし、かたや日本代表に関して言うと2050年ワールドカップ優勝っていうところがあって、そういったものが徐々にこの J リーグが始まって30年以上ですかね、いろんな方向性があっていろんな道があってっていうことが議論できるようなところまで醸成されてきてるんじゃないかなっていう、ワクワクさせてもらうような話でしたよね。確かに今後もいろんな活動されていくと思うんで、ちょっと、ね、皆さんに、ね、期待して見ていただき、まあ、注目していただきたいです、ね、うん、ということで本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。本日の対談の未公開トークをですね、オーブの公式 LINE アカウントの方で限定で配信します。概要欄に URL を貼ってありますので、ぜひ友達追加をして、ご覧ください。これはですね、貴重な貴重な話がたくさん入ってますよ。よろしければぜひ。